ふっふっふ。我が名は魔王、メリアーン。よくぞここまで来たな勇者たちよ。我を倒せば世界はお前たちのものだ。さあ、存分に戦おうぞ。何やってんのよ。メリアちゃん、何この部屋。私の部下に頼んでこのエリアを作りました。どうしてまたお城風なの？たまには日常とは違うことがしたくて。それで今から私たち4人でご主人を脅かせようというわけです。つまり、12秒になりきってご主人を驚かせちゃおう大作戦。というわけです。うわぁ、すごく面白そうだね。効果はそういうの大好物だからね。ね、妖艶に舞う桜姫、さん。やめてよ。それで勝敗の決め方はどうする？そうだね。ご主人を一番驚かせた人が優勝ってことでいいかな。なるほど、OK、理解したわ。やっぱお姉ちゃん理解が早い。それじゃあ今からご主人を呼んできますので準備をしててね。さて、準備しましょうか。結果お姉ちゃん結構ノリノリだね。ふふ、私もこういうのは嫌いじゃないからね。人を脅かすのか趣味だからね。何か言った？せっか。はい、何も言ってません。地獄耳ね。心の言葉も出てるよ。よ、よし、私たちも急いで準備しよう。お、みんな立派に変身してますね。せっか、何その仮面。へへ、強そうでしょう。確かに驚くには驚きそうね。うっふ、二人とも今のうちに役になりきらないと本番でミスしちゃうよ。さすが経験者。さあ、まずは言い出しっての私がご主人を脅かせましょう。そうね、まずはお手並み拝見といこうじゃない。おい、メリア、なんだよ。面白いことがあるからって。ふふ、とうとうここまで来ましたか、勇者、ご主人。あれ、なんだこの部屋。今からご主人は私が包帯で封印している邪竜を倒してもらおう。おい、メリア、これは一体。って、なんだその包帯は。メリア、どうしたんだ、怪我したのか。怪我はひどいのか、誰かにやられたのか、どこのどいつだ、俺がぶっ倒してやる。いや、その、そういうのではなくてですね。なら怪我か、待ってろ。そんな包帯じゃ心もたない。俺が一ずつ釣り持ってくる。シキ、おいおい、ちょっと待たんかい。思ってた流れと随分違うんですけど、というか羨ましい。正直羨ましい。キー、なら次はせっかちゃんと行ってみたらどう？望むところよ。私ならかと驚かすくらい楽勝なんだからね。メリアー、大丈夫か。もう少しでご主人が来ますね。せっかちゃんの実力、見せてもらいますよ。見てなさい。本当ご主人はかっこいいな。メリア、気づく薬持ってきたぞ。せっか。何よ、この女ったらし。女ったらし、誰が？お前じゃボケー。お前みたいな女の敵は今すぐ粛清してやる。今すぐ頭をここに持ってこい。待ってよ、松からせめて暴力はやめて。なら頭を出せ、それで勘弁してやる。意味がわからない。これでいいんだよね。そうよ、そのまま下を向いてなさい。夢にまで見たパパの髪なでなでー。あー、すごくサラサラ。しかもすごくいい匂いがする。このシャンプーもしかして私と同じやつかな。だとしたら最高ね。待って、なんか髪が痛いんだけど。あー、すごく触り心地いいわね。ずっと触ってたい。せっかさん、もうよろしいでしょうか。そうね、今回のところはこんなところで許してあげる。ところでさっきからなんで変な仮面かぶってんの。うるさいわね、終わったんだからさっさと出ていきなさい。はい、すいません。ふふ、すっごく満足だったわ。さすがわが妹、不器用にも程があるわ。せっかちゃん、当初の目的忘れてるわね。いやいや、あれはあれでかなり驚いたと思うわよ。そういえばおうかちゃんは、もうあの子は役に入って待ってるわ。多分ご主人もすぐに帰ってくるから、おうかちゃんにはスタンバイしてもらうわね。ああ、せっか、もうちょっと正直な愛情表現を覚えなさい。はあ、せっかのせいでメリアに気づく薬を渡しそびれたよ。そこの旅人、何かお困りごとですか？私でよければあなたのお悩みをお聞きしましょう。なんだこの場違いなキャラは。この気づく薬をメリアに届けたいんだけど。おお、なんと心を優しいお方なのでしょう。代わりに私がその気づく薬を届けてあげましょう。本当、ならお願いするよ。傷薬はしっかり預かりました。責任を持って私がメリアちゃんに届けましょう。よろしく頼むよ。
なんかこのキャラどこかで見た気がするな。妖艶に舞う桜姫だ。あ、その名前で私を呼ばないでよ。ごめん、懐かしかったからつい。あ、恥ずかしい恥ずかしい。過去に戻って昔の私を叩き回したい。十分物騒だな。あーもう無理、穴があるならもう潜りたい。ちゃんと届けてねー。それにしても一体何なんだ。パト、随分困惑してるみたいねー。月下姉もいるのか。どうしたのパト、随分疲れてるじゃない。なんだ、この無駄なピンク要素。やっぱり年下より年上のお姉さんがいいわよねー。なんだ、この腹黒姉さんはもしかしてこのチャンネルを R18 にしたいのか。ふぅ。何をやっとんじゃこの姉は。年上の魅力を存分に教えて、あー、ゲー、ルー、アウトー。何をやっとんじゃ、アダルトお姉ちゃん。あなたたちができない方法で驚かそうかなってね。月下ちゃん、まさかあそこまでのお色気テクニックを身につけていたなんて。恐ろしい子。今日は一体何なんだよ。実は中二病になってご主人を驚かそうってゲームをやっててですね。一番パトを驚かせた人が勝ちっていうゲームなのよ。はぁ、穴に潜りたい。なんか一名すでに撃沈してる人がいるんだが。それでご主人、この中で誰が一番びっくりしましたか。え、誰が？誰がか？メリアは間違いなく古典的な中二病で挑んできたけど、まずメリアが中二病をやってると思わなかったから本当の怪我だと思って驚いたな。でもそれって驚いたことになるのか。結果はなぜか最初から不機嫌で驚いたというより怖かった感じなんだよな。最後に関しては意味不明すぎてやっぱり恐怖の方が上だったな。大川は最初よ二人に比べたらおしとやか系の中二病だったから全く驚かなかったな。むしろなんか穏やかな気持ちになった。まあ、最後に関してはなんか申し訳ない気持ちと罪悪感でいっぱいになったけど、月下姉に関してはチャンネルの危機と低層の危機の両方を感じた。後主に怒られる恐怖とか、後々の恐怖を背中からすごい重圧で感じたな。なんかほとんど恐怖じゃねえ。それで、誰が一番驚いたの？そうだな。一番驚いたのはメリアだな。やった。え、じゃあその次に驚いたのは、次。あとは驚いたというより恐怖を感じたよ。でしょうね。大川に関してはなんか申し訳ない気持ちでいっぱいだよ。結果はともかく、なんで私にも恐怖を感じたの。いや、なんかいろんな責任を問われるという恐怖が。方向性を間違えたか。間違いまくりよ。ということで僕は、じゃない。俺は疲れたから部屋に戻るよ。はぁ、なんかすごく疲れたよ。なんか虚しいわね。勝ったのになぜか喜べない。勇気出してお色気作戦で言ったのに、今頃恥ずかしがるな。だって私異性相手にあんなに接近したの初めてだったんだよ。こんなところで無駄な勇気出さないでよ。穴に潜りたい。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。